ません。飯村さん、この瀬は何ちゅう瀬ですか？高瀬です。高瀬、はい。本日も鹿児島県は伊座敷へやってまいりました。伊座敷の本日は高瀬に乗っております。上村名人、福島名人、以上名人を2人連れて私と3人乗っております。これからまだ今よちょっと夜が明けたばかりでございますので、3時まで誠心誠意心を込めて石材釣りに集中します。そのためには安全に帰れるように、また楽しい時間をお茶の間の皆さん方にお届けできるように心を込めて祈願をしないといけません。これなぜ銀滴がね素晴らしいかと言いますと、濁りがありません。澄み切っております。それが銀滴さんと神通力をいただくために、海の神よ宿、八百万の神々よ、海の神から山の神、ご先祖様に感謝を申し上げ、今日一日素晴らしい釣りができることを願い、デカバンをお茶の間の皆さん方にお見せするように努力いたします。どうか今日もよろしくお願いします。参りましょう。おや、皆さん頑張ってくださいよ。今日も今日は上村名人を中心に映像をお届けします。そしてちょっと下の方には福島名人がいらっしゃいます。ちょっと こちらもご覧ください。この方向に福島名人もいらっしゃいます。ちょっと下の方にいらっしゃいますけども、ご覧ください。この高瀬の、後ほどこの高瀬はどんな世界広いで お送りしますが、こういった場所にセットアップしまして、今福島名人も頑張っていらっしゃいます。さあ頑張ってください。そしてこの正面には皆さん方よくご存知の薩摩富士が見えます。ではゆっくりご堪能ください。福島名人と上村名人が今日は高瀬で大物デカバンの石材を釣り上げます。
あんまそうです。イエイエイ、おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。
何回も受ける。ジャパンジャパン。何をしてらっしゃるんですか？遊びに行ってたら、多分魚が引いててですね、ラインに傷が入ってました。ラインに傷がね、今点検ですね。ラインの点検を今されました。そして傷がいっぱい入ってるところをカットして、もう一回結び直します。